日本の反対に位置するブラジルは飛行機を乗り継いで約30時間で行くことができます。人口は2億人、首都はブラジリア。多民族国家と呼ばれ、さまざまな人種の人が暮らしています。言語はポルトガル語。国旗に描かれた文字はオルデン・プログレッソ、秩序と進歩。経済の中心はサンパウロ、1200万人都市。観光地で有名なリオデジャネイロは600万人。日系人の数はおよそ200万人と言われています。1908年に日系移民の歴史は始まりました。移民船カサトマルに乗ってブラジルへ渡りました。移民を募集するポスター、裸で七三の男の人がブラジルを指さしてます。農業を中心に生活を始めましたが、その労働は過酷で、特にアマゾンは緑の地獄と呼ばれるほど厳しい環境だったそうです。苦難を乗り越え、団結し合い、徐々に生活を安定させていきます。当時は僧侶がいなくてお葬式ができずに困ったそうです。そんな中、お寺を建てようという気持ちが高まり、1950年代には南米各地に次々と建てられていきました。本部のサンパウロ別院は今年で70周年をお迎えします。現在ブラジルの浄土真宗本願寺は40カ寺、僧侶は20名活動しています。ブラジル仏教連合会には東西本願寺、浄土宗、真言宗、曹洞宗、日蓮宗、本門仏隆宗が所属しています。毎年合同で行われる仏教連合会の花祭りには、たくさんの人がお釈迦様にアマチュアをかけています。日本で沈んだ太陽がブラジルで昇ります。時空を超える何万打仏。